日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市小島地域琴浦琴浦は岡山県倉敷市小島地域にある地区であるかつての小島郡琴浦町に相当する現在の琴浦中学校区にあたる小島の東南部にあたり地区北部は丘陵地でゆかさ山を有し南部は瀬戸内海に面している南部を東西に国道430号が走り 国道沿いや周辺に市街地が形成されている。古くは、綿産業と加産連大寺の門前の港町として、繁栄、近現代は、繊維業、被服業が、地場産業となり、学生服、作業服、デニムの産地として、国内有数の地区となった。瀬戸大橋の開通前の本市美山線茶屋町駅、小島駅間暫定開業時に、当地区内に、 上野町駅が設置された。琴浦町に合併する以前は大鳥村だった地区。上野町が山より、下の町がその南側で、海よりの町となる。現在は大ね倉敷市立琴浦西、琴浦南小学校区。上野町は、かつては上村と呼ばれ、古くは木び温子広くという文献にその名が記されている。もともとは農村であるが、 床山が信仰を集め出すと、西参道入り口にある上村は、参道口の門前町として多くの参傾者で賑わった。一方、海側の下の町もかつては、下村と呼ばれ、きび温湖広くに記されている。江戸時代には、海岸沿いに、麺畑が多く存在し、麺の産地として栄えた。麺売番のための船着き場も賑わい、港町としても繁栄した。 下の町の熊谷地区には、琴浦の氏神である、大鳥八幡宮が鎮座している。大鳥村の名称はこの八幡宮に由来している。また、明治13年に、下の町に、下村盲石所が設立され、国内盲石企業の先進地域となる。歌川広重、三回見立て相撲備前伝の口、琴浦町発足以前は、他の口村だった地区。 現在は大ね倉敷市立、琴浦東小学校区となる。他の口は、千水山の南麓の瀬戸内海沿岸のあたる。前述の上村、下村同様、キビオンコ広くに記録がある。もともとは農業主体の大きな集落であったが、道村北部にある床山が、諸国から多くの参慶者が集まり、佐野国の琴平宮との両参りが盛んになると、 ゆか山の南山道口にあたる東村は、門前町及び発着港として繁栄した。また土産物として、サナダ紐や小倉隊の製造が始まり、地区の産業となった。明治期になると、隣接の元の町とともに、織物の産地として発展したが、後に、学生服や、作業服、または、デニムなどの工場に変わっていった。なお、他の口の地名は、 床の口の変形である。東古とは、昭和31年に引き網から解消した地区で、他の口の東方、王子が竹の西方に位置する瀬戸内海に面した集落である。古来は港町であったが明治になり他の口との合併後、他の口同様に被覆関連の工場が立地した。小島半島中央部の床山周辺の地区で、古都浦地区北部の山上にある山間集落。 ユカはユ山の門前町及び山間の農村からなる。かつては山村とも称した。山村も隣接地の白尾も、他地区同様、きびおんこ広くに記載がある。明治以降はこの地区の行政管轄は目まぐるしく変わっており、小島市発足時に山村は再びユカと称する。現在は他の口の白尾地区と共に、倉敷市立琴浦北小学校区となっている。 平成24年9月末現在、琴浦地区を含む小島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島城及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が、小島郵便局の集配担当区域にあたる。全域が、倉敷市立琴浦中学校区。ありがとうございます。